果たして査定試合と申し上げてよろしいでしょう。天体率いるノーマーシーに加入することができるんでしょうか、原田大輔。もっともっと強くなりたい、そのためにはノーマーシーに入らなければいけない、そう話していた原田大輔です。原田にとって大きな大きな一戦を迎えようとしています。その原田登場、ちらっと健太を見やりました。健太を見つめています。一歩一歩健太の前に近づいてきました。俺の気持ちをぶつけてノーマーシー入りを直訴したい、そう話した原田が今健太と対峙しました。第4試合ブラックサン VS ヤングマスターシングルマッチ30分一本勝負を行います。番号が180番の原田大輔、強くなれるか原田大輔。赤コーナーローマーシー200番の健太、その気持ちをどう受けるか健太。健太にとってもこれが敗れて初めての一戦、出直しの一戦になります。あれから1週間、健太にとっても大事な試合です。目に力がこもっていました原田大輔。30分の一本勝負、健太原田の一騎打ちです。ベルトを失いましたが余裕を感じる健太の表情。水を打ったように静まり返って、今高らかにゴングを聞きました。先に動いたのは健太、健太が歩み寄ってきます。ゆっくり動き出した原田、さあ組み合った、頭をつけた原田、一旦離れます。去年5月にノアに入ってきました原田大輔です。メインイベントで戦うことがなくてこれではいけないということでノーマーシー入りを直訴してまいりました。ノアの中心に立つために大事な一戦です。ケンタはクリーンにブレイクするのか。見つめ合って前に出ていった原田、原田のエルボーから始まりました。エルボーで打ち返しますケンタ。ケンタに自分の気持ちをぶつける原田ですが、逆に気持ちをぶつけているのはケンタか。投げていった原田、あっとショルダータックル、マットを叩きつけた原田、向かっていく原田が向かっていきます。これが自分の思いです。ノアに来て中心に立ち続けていたのはケンタだからこそ、ケンタのノーマーシー、そのノーマーシーに入りたい、そう思ってきました。ケンタがたまらず場外です。ケンタたまらず場外、後頭部を気にしています。ノアに来て常に中心にいたのはケンタでした。だからこそそのケンタの下で力をつけていきたいというのが原田です。さあ果たしてケンタのノーマーシー入り実現するかどうか。積極的に攻めていきます。フレングメイヤーからケンタのその動きを止めようというところ。大阪プロレスに7年間所属してまいりました元大阪プロレスのエース原田大輔、去年の5月にこの緑のマットに立ちました。そして年が明けて1月5日後楽園大阪プロレスでは桃の青春タッグ、タッグも組みました。ライバルでもありました小峠を下しまして、試合後にマイクアピール、ノーマーシー入りを直訴しました。あれから1週間、もともとこの健太とのシングルマッチは組まれていましたが、その意味合いが変わって今日の横浜大会を迎えています。膝を打ちつけていきます健太。
サードロープになんとか足をかけました原田大輔です。蹴り込んでいくのは健太、何かを確かめているかのように蹴り込んでいきます。原田へのその頑張れ立てという声が徐々に大きくなっています。横浜ラジアントホール立ち上がりました。もう一度エルボーだ。張っていったのは健太、張り返した。しかしすぐに応戦、さすがに健太が上回るのか。倒れました原田大。おっと大の字になってすぐさまカウントが入ります。カウントは2です。この辺りはさすがに健太早い。健太は1月5日その時期とした原田の後楽園大会、健太は GHC 森島に敗れてベルトを失いました。健太にとってもあれから1週間が経って船出の一戦です。ここからまた新しい健太を見せなければいけないというファンのその思いに応えなければいけないという健太の決意もあります。なんとか下がってサードロープに原田足をかけました。懸命に全力で戦うのは当たり前である、そう健太は原田に対してそう話をしました。その上で何をこの健太に刻み込めるかという原田大輔です。しかしここはちょっと健太の時間が長くなってきました。5分経過しました。挑発するかのように振り込んでいく健太、その健太のその蹴りをどう感じて今立ち上がったんでしょうか原田。健太もこの原田の向かってくる姿勢気持ちは勝っています。しかし重い蹴りだ。さあここでしかし切り替えそうというところでしたが健太が一枚上手でした。さあしかし立ち上がってきました原田。しかしニュートラルコーナー背にしているのは原田大輔です。重いエルボー、三沢さんが作ったその緑のマット、健太がエルボーを放っていきます。大阪プロレスからその緑のマットに来ました原田大輔、あるいはこの後の原田大輔のプロレス人生において今日が大きな大きな分岐点になるかもしれません。もしここで健太に対して自分のプロレス思いを刻み込めずに試合を終えるということになりますと原田のそのこの先のプロレス人生は暗雲が垂れ込めてくるかもしれません。厳しい角度でのボストンクラブです。ノアに来てそのプロレスの凄さ厳しさを感じてまいりました。改めて今そのプロレスを感じているかもしれません。しかし立ち上がってきました。立ち上がってきた。しかし体重を落とし込んでくる健太、なんとか届くか。左手がかかりました。大きな温かい拍手です。かなりのダメージを受けています原田大輔です。主導権は健太がちょっと両足で踏ん張ることができないか原田。それでも顔を真っ赤にしてもエルボーを打っていきます。しかし立ち上げていく健太、振り返して投げていきました。さあここがチャンスかもしれない原田。こっからだ原田という声も飛んでいる。エルボー打ってきました。そのエルボーに観衆の拍手がこだましています。おっとダイビングでフットスタンプを打ってきました。さあ低空でのドロップキックを見せました。場外に再び健太が落ちました。いけいけという原田への声援です。さあここからクランチャー見せていきましたが、あっと叩かれました場外で。あっと硬いところゴングでしょうか、頭を打ち付けられました。
鉄柱。果たしてここでノーマーシー入りを実現することができるのか。マットのないところ、これがプロレスリングノアのノーマーシーの厳しさなのかもしれません。そして健太もベルトを失って、あるいはまたその力強さをもう一度という思いでこの原田を投げ込んでいるのかもしれません。動きが止まりました。原田大輔です。1月5日の後楽園では小峠に対しまして、その出身地でもある片山ジャーマンスープレックスホールド、12分12秒で小峠を下しました。そしてマイクアピール、ノーマーシー入りを熱望していますこの原田大輔です。27歳、夢を求めてこのプロレスリングノアに来ました。そしてノアで戦ってきて、メインイベントで戦えなかったこと、その悔しさと自分自身は戦ってきました。果たしてこの2014年メインイベントに立つ、おっと気持ちを見せろという健太だ。健太がコイコイと両手を広げています。体はここからです。エルボー打っていきます。左右のエルボー、ローリング、あっとここはダメ、もう一回ローリングエルボー、決めた。右手を上げました。さあ一番高いところからエルボー打ってきた。プロレスリングの緑のマットのエルボー、大阪から夢を求めてきました原田大輔。大事な試合は10分経過。担ぎ上げようというところはダメでした。足を捉えた、足を捉えて担ぎ上げた。そのままデスバレーで落としてきました。さあ動きを止めました。赤コーナー、ケントに対してエルボーを押し付けていました。この原田もプロレスリングのあのこの緑のマットでエルボーにかなりこだわって健太に対して今日の試合臨んでいるように見えます。あ、そして片山ジャーマンに行こうというところでしたが、ここは切りました。あ、しかし膝が待っている。原田頑張れという声、まだまだという声が飛んでいます。もう一回、さあ肩を上げられるかどうか。肩を上げました。まだまだという声がまた飛んでいます。しかし健太は容赦しない。出直しの一戦、健太やった。すごい跳躍力、体重を全て乗せました。汗を拭った原田、さあ決めるのか健太。スワンダイブ式で飛んできました。距離を取る、いつもの汚れになってきた。いつもの動き崩れ落ちた原田、ここは止められない。ベルトを失った健太が再びその力を見せつけています。出直しの一戦、健太がさあ横浜でまた、しかしバックを取る、投げられるか、どうだ。あ、ダメです。もう一回ポイント呼んでいます。見せられるか原田、重い、健太のエルボーが重い。おっと膝、健太の膝。そして片山ジャーマンスープレックスホールド、カウントは2。ここで見せました原田、健太に膝、そして原田の大合唱だ。健太は片山ジャーマンで投げました。さあもう一度いけるか、もう一度いけるか、バックを取っています。持ち上がるか、健太に土をつけられるのか。さあ距離を取った、首筋、後頭部にエルボー、あ、かわした。あーっと、そのままパワースラブ、
ここで原田が動きを止められました。さあ原田どうか、ゴートゥースリープに移行しようという健太、なんとか打開しようという原田、しかし重いのは健太のエルボーか。しかし原田もおっと重い、効いている効いている、どうだ、あっとラリアット迎撃、おワンで返した、ワンで返しました。原田まだ大丈夫だ、ノーマーシーリのそれこれが重いです。しかし張っていく健太、張り返した、おっとものすごい乾いた音、大変な試合になってきました。張っていく、張り返す、もう一回張り返した、大の字、しかし立つ、原田立ちます、まだ目に力はあります。張っていく、しかし重さは健太か、健太は今原田の思いをどう受け止めているのか、まだ呼んでいます、まだ恋と健太は呼んでいます。大変な試合になりました。あるいは原田だけではない、健太にとってもプロレス人生においてこれは大きなターニングポイントになるのかもしれない。倒れました、原田の思いを今健太はどう感じているのか。ノーマーシー入りを決断する、そんな思いに変わっているか。しかしまだまだと前へ前へ出る健太、おっと連打は原田です、受けている健太、しかし右左そのままカバーに入っている、カウントは2です。もう気持ちと気持ちの戦いになってきました。あっとカウント2、カウントカウントは3つ入らない、しかし終わらせると宣言した。さあ緑のマットの中央、万全な体勢、ゴートゥースリープ、カウント3つ入りました。出直しの一戦、勝者は健太、しかし健太が今振り返って原田の様子を伺いました。今健太の胸に巨大するものは何か、今原田を起こせと指示しているでしょうか。健太はゆっくりと今ファンに向かって右手を上げました。原田大輔はまだ立ち上がることはできません。しかし敗れはしましたが、健太に対してその思いをぶつけることはできたんではないでしょうか。ただ健太がどこまでその原田の思いを受け止めたかどうかです。さあマイクを持ちました。おい原田、じゃあノーマシに入るかどうか決めるのは最終的には俺じゃねえ。今日集まってくれた人はそれはどう感じたかで、ああ自分で取れた取ってみよう。おいなあ、今日はどうだったら聞いてみよう。一緒に上目指すんだろ。あ、どうなんだ。やりたいっす。あ、もっともっと強くなりたいっす。俺はノーマーシーに入れてください。お願いします。あなた足切ってねって今お前がやれるよ。あなた、あなた、そうだよ、今聞こえたか、まだまだ足切ってない、お前の力はこんなもんじゃないってみんなが思ってるよ。これからお前はノーマーシーとして一緒に上目指せ。おっとがっちり握手しました。ノーマーシー原田大輔、原田大輔のノーマーシー入りが認められました。ただもっともっとできると、そう健太は話をしていました。ただ念願かなって、この原田大輔、健太のノーマーシー入りを実現しました。崩れ落ちました。今胸をポンポンと叩いたのは健太、気持ちなんだというそんな思いでしょう。
さあ、健太の今後も楽しみです。15分19秒、ゴートゥースリープで健太が勝ちました。そして、敗れはしましたが、原田大輔。その思い、健太にぶつけることができまして、見事、ノーマーシー入りを決めました。見届けました、横浜のファンに。今、頭を下げまして、リングを後にしようというところです。原田大輔、大阪プロレスから夢を求めてこのプロレスリングノアに来ました。メインイベントで戦えずに苦しんできましたこの1年間。しかしその悔しさをぶつける今日の一戦になりました。敗れはしましたが見事にその気持ちを健太にぶつけてノーマーシー率